can you do the risk? Could you tell me what is the meaning of England versus Scotland? England, Scotland is a big derby, obviously. Scotland, one of the home nations, England, another of the home nation. There's always been a bit of rivalry going on between the two matches and even friendlies, but now it's in the European Championship, the final stages. It's a lot of meaning for England. For England are hosting most of the final games. Scotland, obviously, they're making it big now, so they all want to have it above each other. So it's just about the home nation derby, really. No Scotland, no party. No Scotland, no party. さあ、今日はユーロ2020のイングランド対スコットランド戦が行われます。1時間後にはスコットランド対イングランド戦です。さあ、もうイングランドサポーターたちがもう何万人とイングランドからこのロンドンにやってきています。もう実際にパブリックビューイングなどはチケットソールドアウトで見れないんですけれども、まあ、なんでパブなどに行って見るしかないんですけどね。試合開始1時間前ですけどね、もう盛り上がりはすごいです。まあでもロンドン市内を見るとイングランドサポーターほとんどいなくてですね、ほとんどがスコットランドサポーターばかりです。もう鉢合わせでもしたらね、なんか喧嘩が始まりそうですけどね。スコットランド対イングランド、阪神対巨人、日韓戦とでも言うんでしょうか。もう因縁のね対決なので、今日はすごい試合になるんじゃないでしょうか。どっちが勝ってもすごい盛り上がりになりそうですね。やばいやばい、もうね酔っ払いまくってますけどね。まあ警察もかなり街に出てますけど、まあそこまで厳しく取り締まってないですね。もう街で酔っ払ってビール瓶を投げ捨てようが、ピカデリーサーカスのこの彫像の上に登って叫ぼうが、警察は逮捕したりすることはありません。まあ、とにかく大きいトラブルが起きないように、多分マネージメントしてるんだと思うんですけどね。
いや警察もなるべくフレンドリーにね、大きな問題が起きないようにうまくですね、雰囲気を壊さないようにというんでしょうか、秩序を守っている、そういう感じですね。まあコロナ禍を経て開催されるユーロですけどね、もうたまったパワーが爆発する、そんなイングランド対スコットランドです。Next time we'll see two sets of jumpers.